そういえばさ、今日のお仕事ってどんなモンスターを倒せばいいんだっけ？大型のモンスターみたいよ。他に特徴は？ないわ。さっきもらった書類にはそれしか書いてなかったわ。あなたを責めるつもりはないのだけど、この情報だけじゃわからないわね。そんな時は誰かに聞いてみるです。さすがにそんなに都合よく誰かいるわけ？ほう、まさかこんなところで見知った顔に出会うとはな。あなた誰？私の中？そうだな、ここでもメージスとでも名乗っておくとするか。メージス？メージスだ。それでは最後のドットが抜けている。あんまり発音上関係ない気がするんだけど、メージスだね。オッケー。お前はあの時もそう言っていたな。ネポ、あれ、もしかして私を知ってる人？よかったですね、ネプネプ。やっと知り合いに会えたですよ。その言い方だとまるでネプテューヌが記憶喪失のようだな。その通りけど、よくわかったね。私くらいになれば言葉の断片から真実を導き出すなどたやすいことだ。しかし残念だが、私はお前たちの力になれそうにはない。どういうことです？話せば長くなるが、私はここではない世界から次元を超えてきたのだ。故に私の知っているネプテューヌはそこのネプテューヌではない。どういうことです？何を言ってるかわからないです。つまりメイジスはここではない別の世界から来たってことよ。そうでしょ？ほう、さすがはIFだ。理解が早くて助かる。あなたがネプコの知り合いじゃないのは仕方がないとして、教えてほしいことがあるの。この付近に大型のモンスターが住み着いているらしいんだけど、何か知らないかしら？いいだろう。だがある情報が欲しいのでな。情報交換だ。いいわよ。で、そっちが欲しい情報って何？言っておくけど、世界の秘密だとか元の世界への帰り方とか、そんな大それたことは知らないわよ。何？簡単なことだ。リュクペの売っている場所を知りたい。ただそれだけだ。リュクペ？コンパ知ってる？初めて聞く名前です。ネプネプは知ってますか？全然知らないよ。ノワールは？私も初耳ね。そのリュクペってのは一体何なの？リュクペを知らないだと？選ばれし者の知的飲料ことリュクターペッパーを知らないというのか？うん。もしもし、私だ。どうやらこちらの世界のリュクペも機関により存在を抹消されたらしい。いや、しかしここで諦めるわけにはいかない。きっとどこかにリュクペが存在した痕跡があるはずだ。そちらも調査を続けてくれ。それでは幸運を祈る。ルクストゥネーベ、イメイ君の痛みが沈む。くっ、まさか
さかあの世界同様こちらの世界にもデュクペが存在しないとは。誰との電話か知らないけど、次はこっちの質問に答えてくれるかしら。ああそうだったな。それでお前たちが知りたいこととは何だ。この辺りに住んでる大型のモンスターはいないかしら。なんだそんなことか。そいつならちょうどこの前で見かけたぞ。本当でしょ。この辺りにいるモンスターとは明らかに見た目が違うからすぐわかるはずだ。ありがとう、助かったわ。どうせお前たちのことだ。そのモンスターを倒しに行くのだろう。手伝ってあげたいが私も急ぐ身でな。すまない。気にしないで、情報がもらえただけで十分よ。では私はここで失礼する。どうやら獲物はこの先にいるようね。もたもたしていてどこかに行かれても面倒だわ。急ぎましょう。
ね。うかつよ、うかつよ、トリコロールオーラ。待ってました。そうそう、そうそう、ラッショーラッショー。うわー、ネップネップにしてやるよ。私の動きが見えるかしら。まざっとこんレベルアップ。どんどん強く、レベルアップよ。